の福岡を見てみましてもそのセットプレーがかなり合ってきたなという印象があるんですが、そうですね、まあ、最近はクロスからの点が、ね、だいぶ増えてきているので、やっぱそういうところはチームとして強みとして、そうです、アビスパ福岡の予想フォーメーション 3-4-2-1 のフォーメーションを予想しています。普段と違うことをして相手のこう感覚をずらそうかというところも一つ、まあ、どっちが変えたか分かりませんが、硬くなると評価をしていました。今キックオフです。22節福岡対京都の一戦です。京都ボール、川崎から右サイド、マルコ・トゥーリオ、中央原、いいところにボールが出た。原が前を向いて右足でシュートを放っていきました。ファーストシュートは京都でした。前にスペースがあります。小田が運んでいく、中にウェリントン、茂美もいますが、茂美落として今野、左足振り抜いた、クソンユン止めた、まだあります。岩崎、今野のコーナーキック、左足誰に合わせるか、今度低いボール、小田を狙ったか、ここはゴールの、ちょっとウェリントン倒れ込んでいます。川崎颯太、川崎颯太ミドル払っていった、村上止めた、どうだ今のは、思い切りのいいシュートでしたね、右サイド狙った鋭いシュートでしたし、どうですかね、どうでしょう、宮のヘディング、セカンドボール、平戸ヘディングで前に送る、マルコ・トゥーリオ収めた、原太一前向きに仕掛けて佐藤京が来る、マルコ・トゥーリオクロス、オフサイド、旗が上がっています。まあ、オフサイドと分かってましたよね。そうですね、はい、そして前半終了のホイッスルです。福岡対京都22節後半のキックオフです。エンド変わって右から左に攻める白のユニフォームが京都、左から右に攻めるネイビーがアビスパ福岡です。カトが拾う、前を向いて原が動き出しているが、その奥のマルコ・トゥーリオです。岩崎が戻る、マルコ・トゥーリオから低いボール、原右足決まった、失礼、一味原のゴール、原の2試合連続ゴール、京都サンガが先制です。このシーンでした。そうですね、この対戦相手が浦和の主力ですから、はい、その経験も生きているのかもしれない。そうですね、まあ、いろんなポジションやるのは大事ですね。川崎が出て右サイド、原クロス、一味のヘディング、一味グローリーの対応、一味にこぼれている、マルコ・トゥーリオが来た、村上止めた、押し込めるかというところ、村上ファインセーブを見せました。クロスが上がるファーサイド、小田の折り返し、ザヘディだ、ザヘディ、力のないシュートということになりました。小田から前線、ザヘディが走る、鈴木義則対応、ザヘディキープした、マイボールにする、鈴木と一緒のマッチアップ、ザヘディ切り返す、小田のクロス、田代、田代決めた、アビスパ福岡土壇場で同点に追いつきます。パワープレーで前線にいた田代、今シーズン2ゴール目、原が来る、間で受けた、鈴木と一、鈴木から川崎颯太、落としてシュート決まった、最後は宮本、京都が再び勝ち越しました、2-1、宮本があの位置にいました。ものすごい試合です。すごいですね。最後のスリリングな展開だなとずっと思ってます。ここで試合終了のホイッスル。京都の選手たちが倒れ込みます。今シーズン初の連勝をつかみました京都サンガ FC。